はい、こんにちは。ブラックスクワット、ラッシュでチームデスマッチのグレネードをやっていきます。でね、今日はね、ハンドガンだけを使います。買ってしまいました。チアッパライの、6インチバレルかな、これ。イタリアのチアッパファイアアームズを開発した回転式拳銃。まあ、詳しいことはわかんないんだけど。まあ、リボルバーですね。ライの形っていうことで、ライノっていう名前らしいです。で、これ、なんだ、なんつうのあれ。一発かな。頭一発の銃なんでね。あれと同じだよ、あのデザートイーグルと。デザートイーグルと同じなんでね、これでヘッドショットのみを狙ってね、敵を倒していきます。ハンドガンなんでね、しかもこんな連射できるハンドガンじゃないんで、一発で撃たないと、こんな感じでね、倒せないですよね。もう一人。さあ、もう一人、おっと、同打ちで倒してしまう。なるべくね、同打ちでは倒したくない。できる限り、ヘッドショットを狙っていきたい。ちょっと危ない。さあ、一人。もう一人。上に、頭を狙って撃っていく。下の人にやられてしまう。難しいね。連射できないんでね。AK と違って、本当に単発で倒さなきゃいけないんで、頭しか狙えない。基本、同打ち禁止でプレイしていきます。今日はなんで、まあ、スコアとかは大して取れないと思うんで、なんか適当にハンドガンで遊ぶ動画だと思って見てもらえれば。おぉ、いっぱいいる。これはさすがに間違ったか。ハンドガンね、結構遠くの敵も狙えるはずなんだけど、連射できないから、あんまり1対他の状況にはしたくないね。うわ、右、もうこんなとこまで来てた。リボルバーにはね、あんまり興味ないんだよな。ハンドガンで個人的に好きなのは、あれかな、USP のコンパクトがいいね。USP コンパクトはガス銃持ってるんですけど、USP コンパクトかフルサイズのどっちかが好きですね。グリップがいいんだよね、あれ。手にフィットして。おっと、目の前の、もう一人いけない？あ、ダメだ。ここダメ。もうここまで出てくるんで禁止にしよう。なんもいいことがない。え、オープンタイプのね、レッドドットをつけてるの。結構狙いやすいっす。ハンドガンにしてはかなりいいんじゃないでしょうか。つうか、これ、もうこれが出たことによってデザートイーグルス選択する意味がないんだよな。ちょっと危ない。しゃがんでたところをなんとか。あ、つか。リロードが長かった。そうだよな。これ、リボルバーだからな。出して、入れて、みたいな。一発ずつ入れないだけマシだね。さあ。あ、遠い。これ狙うのきついな。あ、負けた。もうちょっとね、上だった。さあ、3分の1終わって、ちょっとこっちが勝っている。どうしよう、やっぱね、まあ、狙い目はここなんだよね。ここでなんとか、やっていきたい。同打ちになってしまった。うわ、また同打ちか。くっそー。見えん。うん、入っていくか。ここだよ、こう。おっと、危ねえ。もう一人。もう一人。あ、今の当てなきゃダメだよ。こういう時こそね、ヘッドショット狙わないと。あ、得意分野のはずなんだよ、あの距離。どうしよう。まっすぐ行ってる人がいないですよ。あ、カッティングパイミスった。ラインが違う。ヘッドショットライン、この、ダンスあるとこのヘッドショットライン難しいんだよね。まあ、頭より上にレティクル持ってった方がいいな。敵が見えたらドラッグして撃つみたいな方が多分ヘッドショット出せると思う。撃ってる。サカバー入ったつもりだけど。未だにお願いして。あ、リノードしてるかな？ゆっくり狙っていく。さあ。入ってくる。あ、ダメか。難しいね、やっぱり。一発しか打てないっていうのは。一対他の状況に持ってった時点でもう負けが確定してしまうんでね。
立ち回りで1対1にいかに持っていくかが大事ですね。もっと味方をうまく利用して、この距離難しい。さあ来い、一人。あー、こうなんだよ、こうなっちゃうんだよね。さあスコアもあまり良くはない。赤点1、味方に任せて、よし、1人やった。で、こっから、これ以上出ちゃダメなんだな。この辺で、この辺にいて、あ、いた、ダメか。圧倒的火力不足、まあ、火力不足ですか、手数不足かな。もう一回ね、あの奥まで行きたいんだよね。やっぱね、ここのマップはね、このね、右側をいかに攻めるかなんだよね。ここで、相手陣地潜り込んで、後ろから狙撃してヘッドショットバンバン出していかないと多分、あれ絶対頭抜く。はい、来たー。で、ここから急いで、中入っていく。で、見たやつは全員ヘッドショット、後ろから、こうやってキラー弾を狙っていく。で、リロードして、出てきたやつを、どんどんヘッドショットしていく。はい。さあ、もう一人ドラッグヘッドショットしていく。で、後ろから見るが、敵がいない。と思ったらどんどん出てきた。一人二人。あ、きつい。あ、もうリロードしてるし。もうこんな感じだね。弾数が少ないんでね。この、できてここまでかな。さあ、こういうのをね、続けていきましょう。おっと。で、入っていく。なんか重いぞ。上から。よし。二発目でなんとか頭を。ここいるかな。さあ出てこい。来た。さあ、やべやべやべ。どうやか、今度上だよ。139。もうこっちの勝ちですね。さあ、ラインのヘッドショット。よし、これですよ、これ。ああ、いっぱい出てきた。左から入っていく。あ、結構進軍されてるな。戻って撃った方がいいか、それとも先のやつをやろう。さあ左出てくるぞ。よーし、頭打って、もう一人やばいな。リロードしてちょっと隠れよう。で、反対方向から回ってヘッドショットで打ち撃を決めようと思ったけど終わってしまった。うわー、難しい。ライノ難しいっすね。これでなんか1取ってみたいけど、今回はきつかったかな。結構いいとこまで行ったと思うんだけどね。これでなんかスコア1位を塗り替えてみた。あ、結構惜しかったな。あと2キルしてたら1だったかもしれない。はい、そんな感じでね。結構面白いんでね、これもちょっと続けていこうと思います。